アジュラーン・スルタン国は中世にソマリアにあったソマリ人ムスリムによるスルターン国家。中央集権体制と侵略勢力に対する強気な軍事的姿勢により西側のオロモ人の侵攻やインド洋からのポルトガルの侵攻を防ぐ一方でインド洋交易で繁栄し世界各地から貿易船が集まっていた。現在でもソマリア南部には アジュラーン時代の城跡やネクロポリス、都市遺跡が点在している。また、統治下の多くの住民はこの時代に、イスラム教に改修している。統治王家は、ガレン家で、富や交易、軍事同盟により、領土を拡大、地域の派遣を握った。13世紀のアジュラーンスルタン国は、シェベギ川や、ジュバカーの水資源を握っており、治水技術も発達していた。 当時の井戸や貯水池は現在でも使われている。また、この時代に生まれた農耕や農税の仕組みは、アフリカの各一帯では19世紀後半まで使われていた。地世末期には王族による防政が行われたため、各地で反乱が起こり、17世紀末にはゲレディスル単国などをいくつかの国家に分裂した。ありがとうございます。